東京2020開幕しましたね。ぜひ武井さんが思うトライアスロンの魅力を語っていただけますかって。いや、知らねえよ。やったことないんだから。俺、長距離嫌いだから、俺にとっては魅力的ではないです。はい。一番嫌いな競技です。はい。長い時間、のんびりとした動作を繰り返し続けるという、俺にとって一番、適性のない競技なんで、魅力は僕は感じないですけど、外から見たプレイヤーじゃない魅力としては、本当に泳ぐ、走る、自転車漕ぐっていう、あらゆる、長距離を移動するための手段を磨き切って、3つの、動作で遠くまで行くのが一番速い人間は誰なのかっていうのを観察するっていうのは、こいつ我慢強いわって思うだけで、はい、楽しめると思うんで、はい、そこを楽しんでください。最も我慢強く持久運動を繰り返した人たち、はい、それを楽しんでください。でも楽しいと思うよ。やり始めたらずっと伸びるから。多分泳ぎもずっと伸びるし、自転車もずっと伸びるし、自転車のギア変えただけでも伸びていくし、いい自転車買ったらまた伸びるだろうし、ランも走れば走るほど楽になっていくだろうし、楽しいと思うよ。年取ってこのスプリントとかさ、野球とかそういう瞬発系の動作とかパワーに依存しないと卓越できない、ね、スピードが必要な競技とかを諦めた後は、持久運動を極めるっていうのは一つのスポーツの楽しみ方だと思うんで、ぜひやってみてください。